はい、こんにちは。今回ご紹介するのはね、なかなか面白いジャンルの商品ね、今回ご紹介します。いつもね、デジタルものとかオーディオものばっかりね紹介していましたが、たまにはこんなものを紹介します。アンリンクさんからの、提供商品でございます。もうね、何かネタバレしておりますが、サラサラ速乾速効吸水と書いてあります。こちらね、バスマットでございます。バスマットでもですね、布ではなくてですね、こちら珪藻土という鉱物でできたバスマット、まあ有名ですね。すぐに水分がね、水分を吸収して、速乾するというような商品でございます。では開けてみたいと思います。開封しました。こんな感じでね、バスマットが入っております。で、こちら特徴はね、箱に書いてあるんですけれども、天然素材成分の力ということで、主原料は天然素材の珪藻土、海や湖のプランクトンが1000万年の歳月をかけて堆積してできたものですと。素晴らしいですね。いろんな効果があるようです。驚きの吸水力、自然の力、カビダニが繁殖しにくい、匂いを吸着と、いいことだらけのバスマットでございます。ちょっとね、お手入れが必要でして、結局この穴からね、水分を吸収して速乾性を持っているので、使ってきてちょっとこの穴が汚れて埋まってしまったりすると吸水力が落ちたりするので、付属のヤスリで磨いてくださいと書いてあります。このような感じでヤスリがね、ここ入っておりますね。これがメンテナンス用のヤスリです。これでですね、まあちょっと穴が詰まったなと思ったら、さささっと削ってやるといいそうです。こんな天日干しとかはダメよと書いてあります。あと洗剤もですね、ダメですね。もちろん洗濯の不要お手入れと書いてまして、こちらが本体です。アンリンクのロゴがですね、綺麗に彫ってありますね。結構重いですこれ。ちなみにですね、大きさはですね、iPad Pro がですね、これぐらいになるので、なかなか大きいサイズのバスマットになります。なんか匂いね、小麦粉みたいな匂いがします。小麦粉かな、なんか嗅いだことあるパンかな、パンで。結構重い、厚さは1センチ、意外とね、思ったより薄いですね。もっと厚いの来るかなと思ったんですけども、こんなものです。最初はちょっと薄い白い粉がついているので、固く絞った布とかで拭いて使ってくださいと書いてあります。ではね、ちょっと今からお風呂入って、風呂上がりどんな感じか試してみたいと思います。いつもバスマットを敷いてる上に置いてみました。直接ね、ちょっと硬いので下に置くと傷がついたりするので、こういった布の上に置くといいのかもしれません。あんまりクッション性が高いものを置くとですね、荷重がかかった時に割れたりする可能性があると書いてあります。風呂上がりです。よいしょ。お、なんかすごい吸い付く感じ。どうでしょう、野郎の足ですいませんね。こんな感じで水分、今ね、マッパーで体拭いてます。あ、すごい、こんな感じ。このようにですね、すぐに薄くなりますね。そして足の裏もですね、ほら、もう水分がほぼない状態でサラサラです。これなかなかいいですね。気持ちいいです。だいぶ濡れたので、さすがになかなか全部は消えませんけれども、だいぶ薄くなりましたね。ということで、今回はですね、アンリンクさんから発売されています珪藻土バスマットをご紹介しました。お風呂上がりね、こう水滴がポタポタと垂れて困っている方ね、こういったマットを使うとすぐ乾いて、足の裏もね、非常に快適ですので、興味を持たれた方はね、参考にしていただければと思います。今回も見てくださりどうもありがとうございます。